どっちにする？これ何？ここではね、厚揚げの唐揚げ、こっちはお肉の唐揚げ。厚揚げって？厚揚げってね、お豆腐を揚げたやつ。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ。厚揚げも唐揚げも美味しいと思うけど、あとね、ご飯はね、このなんだっけ、味噌、ニラ味噌か、なめたけかつけて食べて。なめたけがいい。なめたけ、なめたけがいい。何かけてみようか。うん、あとね、これ春菊のね、チヂミ美味しい。これ、あら、ほんとよかった。こっちもさ、食べてみてよ、りんちゃん。これ豆腐ってりんちゃん嫌いだから、どうかな。あー、そうだね、食べてみて。お父さん帰ってきた、早い。おいしいね、カスね。うん、でもったらあげる。そういえばさ、今日カスミンのさ、発表会でさ、お母さんヘッコリーナ楽しみにしてたんだけどさ、ヘッコリーナ出てこなかったよ。ヘッコリーナって？この前さ、夜ご飯食べてる時にさ、発表会でヘッコリーナをするんだって言ってたじゃん。ヘッコリーナ、ヘッコリーナってするって言ってたじゃん。そんな、そんな、うん、でも出てこなかったじゃん、発表会で。ヘッコリーナ、そうじゃなくて鍵盤ハーモニカでやるな。鍵盤ハーモニカね。鍵盤ハーモニカでもさ、こう吹いてるからさ、ヘッコリーナが出てこないじゃん。うん、どういうこと？お布団は、お布団はどういうこと？お布団はお風呂入って。今日ね、あれ筋トレしてないのね。お父さんはお母さんに捨てられてしまうからね。捨てられる。お父さんってそんなもんない。お父さんってそんなもんやから。世の中ってそんなもんない。残念やけど。あ、あぶ、これ昨日デジャブかな。これ残ってたからさ。お父さんってこんなもんや。お父さんってこんなもんや。